今日もジョイフル。わー始まりましたね。あ、しゃべ。今週も始まりました。始まりましたね今日はいっぱいですね。今日はいっぱい、そうだね、はい、今日もジョイフル今週も始まります。イエーイ。はい、この番組は琉球大学モダンジャズオーケストラによるモジョイズムの普及を目的とした宗教チックはちゃめちゃエンターテインメント番組です。はい、自己紹介して。はい、では私からいきます。とトランペットやってます、3年次の東若菜です。よろしくお願いします。イエーイ、お願いします。2年次のテナーサックスやってます、はい、本村真子です。よろしくお願いします。2年次のトランペットやってます、立石くるみです。イエーイ。3年次のバリトンサックス吹いてます、向井亮です。うわーい、バリトン M2 のトロンボーン担当の原田です。はい、2年生原田さん。あ、原田さん、2年生はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんのツイートしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。1曲目どうしようか、俺まだ決めてないん。あ、そうなんですか1曲目どうしようかな。じゃあ決めた、はい、じゃあ1曲目は16 Men Singing。 おー、イエーイ。
CM 開けました。イエーイ、開けた開けた開けた梅雨はあんま開けてないですね。開けたけど開けてないですね。なんかスコールが最近多い。はい、開けた開けたんですよ、ね、開けたけど、うん、でも開けたような今年結構全体的に雨少なかったですよね。うん、そうだね、短かったし、うん、そんなに、うん、なんかコメントくれ、ちゃんと喋って、はい、喋、はい、りましょう。じゃあ、なりそりの話か。そうですね、先々週、先々週になるか、うん、そうだね、そうだね、先々週の火曜日に、モジョ、自分たちサークルモジョがよくやってるイベント、なりきりソリスト、え、コンテスト、コンテストってのがありまして、なんかいつもはみんなでみんなで演奏するんですけど、なんかその時は一人一人曲を一人ずつ演奏するっていう、うん、いつもとはちょっと違ったね。そうそうそう、はい、バーを貸し切ってですよね、うん、そうなんです。それで1年生は初めて参加、1年生中心で、そうそう、でやりまして、もうすごかったね、今年の1年生、1年生すごいパワフル、すごい、うん、今年もう結構サークルにも1年生来てくれてて、でこの間のなりそり、なりそりって略するんですけど、この間のなりそりは6人出て、もう、うん、はいあ、みんなちゃんと練習してきてて、そうそう、うん、すごい演奏できてて、ね、4月に入学して2ヶ月ぐらいでもだいぶ上達してる、うんうんうん、感動した本当に、はい、なんか楽しそうにすごい演奏してたのが嬉しかったです、ね、はい、ね、はあ、初心をね、これからの成長が楽しみですね。もうこれからはこのなりそり月一でやろうと思ってるので、はい、はい、じゃあ次出ます。何を演奏したのかな、なんだろう、一人ずつ曲を自分で選んで、なんか何やってたっけな、あ、別にジャズに限らず、うんうん、マコはあれやったじゃん、聖者の行進だっけ、やってないですやったじゃん、聖者の行進はやってないですあれですよ、何ですっけ、あれ誰かやったよね、忘れてるよ聖者の行進あれじゃん、冷や水じゃないですか、やったの、今はいなくなったトランペットの冷や水は違う、あれだよ、あのなんだっけ、あの小学校の音楽の授業に習うみたいなやつです、ハイホーじゃない、違う違う匿名忘れましたけど、とにかく私はやってないですみんなね、なんかあ、アイゴット、アイゴットリズムです。アイゴットリズムです。やったのは、とか代々引き継いで、テナーサックスの人は、引き継いで、今年の1年生も演奏してましたね。ね、その子が優勝したんですけど、もうすごかったね。アドリブ力が。もうなりきってた。踊りながら吹いてて。もう面白かったね。すごい面白かった。次回も期待ですね。はい。もう、ほんと、みんな自由に、世界の車窓、からとか吹いてる人もいたし、もう自由に楽しく、曲が思い出せないです、ね、うん、そうだね、でそなりで先週は木曜日、この間の木曜日にモルトっていうモジョの初心者バンドのお披露目が、1年生も交えた新しいモルトのお披露目をしまして、浦添の方のあっちもバー、バーですね、バーで一般の方も見てる中で、うん、よかったね、でも場所初めての場所だったけど、うんうん、新鮮です、原田さんおすすめの場所ですよね、おすすめはしてないおすすめしてないですか、あれ椿が勝手に見つけてきただけだ、あ、そうなんですか、すごい良かったですよとてもおしゃれで、うんうん、雰囲気も良くてね、なりそりあっちもありかな、うん、ただ階段が急と、そうですね、あと入り口が分かりづらいあ確かに
え、うん、迷わず入れたの？俺最初こっから入るんだよって画像作ったんだけど、ちょっと最初ごたごたしてました。めんどくさくていいや送んなくて結局送んなかった写真が今パソコンにあると思う。あっち、そうですね、か階段、うん、下見しに行ったらしいんですけど、椿と原田さん、うん、椿迷ってましたもん、うん、2回目にしてちょっと迷ってましたよ迷うって あるかあいつ確か前行った時は下にある飲み屋で上ってどうやって行けばいいんですかみたいなこと聞いたらしいよ。わかりづらい。あっちは 裏にあったから。裏にあるよ。うん、でも看板出てなかった？ムーンチャイルドって看板下に出てましたっけ？看板見えたけど分かんなかったまあそう、だから先週はそうムーンチャイルドっていうところで演奏しました、うん、はい、うん、1年生。どうでしたか先輩方から見ると。おお、でも1年生すごい本当に、うん、なんか自分が1年生の時は全然もうねあんなソロ吹く度胸とかなかったから今の1年生、うん、すごいよね本当に。ノリもいいしね、うん、未だにちょっと自分まだあのテンションは難しいモジョのテンションちょっと難しい。なんかモジョ毎年1年生キャラ濃いけど、うん、今年ほんとすごいキャラ濃い。キャラ濃い濃いのも仲いいしキャラ濃いしいいことだよね。パワフル、仲良し仲良しですあ、私もその中に入りたいんです。いや、くるみもなかなかキャラ濃いよくるみキャラ濃い、うん、その時初めて盛り上げ役に徹しましたけど。そう、面白かった。頑張りました。めっちゃ面白かった面白かったもん。その割にとモジョでモルト演奏してない先輩方が聞いてたんですけど、その人からはちょっと冷たかったですけどね、うん、そうなのなんかおいでおいでおいでって言って近づいたら近い近い近いって言われてだったね、いじりを受けてね演奏しろよって感じねしてほしかったね本当演奏しないですからねモジョの人たち楽器を起き出すからうん、ソロの最中に喋り出しますからね。うん。くるみさんとかね。何でもありですね。うん。そう。はい、楽しかったな。その後のモジョの演奏も楽しかったし。そう。長かったですよね。最後何時間やったのかって時間見てみたら、うん、1時間半くらいやってませんでした。そんなにやってたんだ。結構やってました。ああ。そうね。11時手前までいたんじゃないの？あっち。いましたね。モルト終わってモジョもなんかもう一緒に演奏リハ兼なんかもうライブみたいな感じで、ゆるーいライブお客さんいたけどゆるく長いですよね。ああいうのいいね。たまには、はい、楽しかった、うん、本番って思わない、うん、超ゆるゆるだったよね。 MC もゆるゆるだったし途中でそう MC やらなきゃみたいな思い出してそう、え あなんか来てますけど、サークル内は恋愛禁止ですか？お、ここは当事者がいるんじゃないですか？ツイキャスからコメントが。これ言ったらもうすごい大変なことになりますサークル内は恋愛禁止じゃないですよ。結婚できましたね、はい、あ、これは禁止じゃないっていうのだけ言えば、うんまあそれなりにみんな学生なりに楽しんでますね、はい、そうですね、はい、自由に、はい、そんな厳しいサークルじゃないです、うん、このラジオのゆるさから取れるようにすべてにおいて、うん、ゆるなんかいつの間にか誕生してるよね。そう、誕生あれみたいな、知らなかったしそうだねそうだね、はい、私大抵一番遅いんですよそうか。いやでもまだ隠れ
いる隠れがいるんじゃないかなって私は疑ってる。いっぱい怪しい人います。すごい、ちょうどね男女比も半々ぐらいですね。そうですね、見事にと最近男子が多くて、うん、ああ、そっか、イエーイ男子が、もともと女子が多いサークルで。そ う, そ, う そ, うそうだったんですか、うん、あ、大塚健二さん、坊主で謝罪ないんですね、よかったーとの。みんな坊主だらけになりました。謎、坊主半分ぐらい坊主だらけになりました。大丈夫です、はいはい、なんか終わった、喋、はい、りたいこと終わった。はい、原田さん喋っていいっすよ。いや、次の曲入るよ。どうぞどうぞ。次の曲は、次の曲、ナットビル流すよ。おー、やったー。次、ナットビル。どうぞ。
はい、CM 開けました。曲開け、ナットビルでした。で、あのツイキャスで見てくれてる大塚健二さんって方から、なんか話す内容何しようか考えてたらいろいろネタをくれたので話していきましょう。イエーイ。はい、じゃあ最初それぞれのパート紹介とか、なぜその楽器になったかなど。はい、若菜さんのモジョに入ったきっかけ聞きたいです。私がモジョに入ったきっかけは、なんか自分もともとベースで入ったんですよ。あ、そうなんですか。ベース、ベースを、なんか中学の時にロックのベースやってまして。え、若菜さんロックしてたんですか。え、知りだ。え、ヘドバンとかしてたんですか。そこまでメタルではない。メタルではない。でロックのベースやって、っいい、でなんか自分が見た時ベースをなんか、はい、ベースを募集してまして、ビラがあちこちに貼られてて、でそれでなんか久しぶりにやってみたいなと思って入ったら、なんかロックのベースとジャズのベース全然違くて、もうなんかジャズなんか難しいですよ。ジャズのベースなんか常に弾いて、なんだろう、全然もう全然違う。違う。で、はい、一応楽し、なんか最初はなんとなく遊びに行ったぐらいって言ったんですけども、だんだん楽しくて今に至ってます。なんかジャズのじゃサークルとかそういう意識なくビラにベース募集って書いてたから行ったって感じですか。はい、なんか他知らなくて、演奏も聞いたことないけどみたいな。そうそう、そのなるほど、遊びに行って2日後ぐらいがちょうどストリートライブだったのかな、なんか先輩に連れてってもらって、で見たらめっちゃ楽しそうで、素敵。そうそう、てかちょっとロックしてたっていうのが衝撃なんですけど。え、個人的にバンドを組んでたってことですか。なんかやってって、うん、友達とみたいな。そうそうそう、すごい。え、それをライブとかしてたんですか。一回だけやった。一回だけ。一回きり。一回きり。ちょっとその若菜さんも見てみたいな。普通普通。ホームビデオとかないんですか。いつも楽器を忘れる。あ、あ、来ました、新しい人来ました。助けてくれ。どういうこと。ゆうてん自己紹介。あ、はい、あ、じゃあ次また。あ、そっか。あ、まず自己紹介。あ、自己紹介。ちょっと来たんで、はい、増えました一人。え、何の話したんですか。モジョのきっかけです、入るきっかけ。あ、なるほど。はいはいはい。え、リュウテンって鈴鹿に拉致られたんじゃないの。拉致、え、モジョに拉致られたんじゃないの。いや違うよ、最初知らなかった入ってから。そうそう、自己紹介。自己紹介ですか。自己紹介ですか。どうしようかな、嘘つかなくていい。はい、3年生の、3年生の、まあなんかもう MC で、はい、毎度おなじみ龍天生です。こんにちは。久しぶりなんじゃないですか。そう、めっちゃ久しぶり、ね、半年ぶりぐらいかな。おー、そんなに。うん、おー、入るきっかけ、うん、いやなんかもう今はもう亡き、マッサーアキ佐久本正明くんっていうトランペッターがいて、はいはい、そいつが学年ラインになんか ギタリスト募集中みたいな。そう、それで俺が入ってあいつが辞めるという。あ、そうなんだ。仲悪かったんですか。何が仲悪かったんですか。あ、全然悪くないよ。全然悪くない。家違いみたいな。そう、あいつなんかテニス部入ってて、ちょっと忙しかったから。そうそうそう、そういう感じです。びっくりした。全然入ってから辞めた。違うよ。違うよ。はい、もうお話の続きしてください。マッコかな。マッコ、自分の話はもう何回もしてるんで。いやいやいや、あ、なんか美人。モジョに入ったきっかけ、あ、もう普通です。もうサークルオリエンテーションで見て、わー楽しそうだな。めっちゃ悲しい感じ。ちょっと違うかな。ってなって遊びに来たっていう感じでですね。素敵。サークルオリエンテーション、一目惚れみたいな。なんかもう踊ってたんで。あ、ですね、アルトサックスのますみさん、うん、美しい、かっこいい。じゃあそっか、マコはもう最初からモジョだね。
はい、もう他のサークル見てないっす。お、すごい。すごい。今はもなきますみさんね。まだまだまだいる。まだまだ一応ね、一応いますけど。まあ今いないよね。今いないですよね。います。花さんマイクの色が素敵ですね。素敵なマイクの色をしてますね。似合う。ショッキングピンクですね。素晴らしい。あ、じゃあ次くるみですか。はい、くるみはほんとしょうもないです。え、最初のサークルオリエンテーションっていうサークルの紹介みたいなのがある、1年生が全員来なきゃいけなくて、その来なきゃいけないか、まあなんかそういう紹介の場にいなくて寝てたんですよ。いつの間にか時間過ぎてて、まあいっかって感じで過ごしてたら、学科のある一人が涼英さん、今亡き日の涼英さんがいまして、みんなの期待がいない私トランペットを吹こうとまだ思ってて、でどこで吹こうかなって思ってた時に、勝手にサークルトに入って一人で練習していいのかなっていうことが始まって、それを話したらうちに来ればいいよって言われて、モジョに誘われたんですよ。それから定着してるって感じです。なんかみんな結構たまたまな感じが多いね。たまたまですね。ね、偶然が多いね。なるほどね。そうですね。一人で吹こうとしてたの？一人で吹こうとしてました。で誰かから呼ばれないかなみたいな。いや、そんなのは全然期待してなくて、ただ練習だけでもいいからしたくて。マジで？そこら辺の廊下で？そこら辺でトランペットのソロ曲でも。強っ。全サークルに喧嘩ってね。強っ。多分誘われなかったら今頃サークル棟で一人でトランペット吹いてフリーで利用家からはモジョの子かなと思われ、モジョからは利用家の子かなと思われ、どこにもどこにも属さずにあの子結局どこなんだろう そんな立場になろうとしてた私です。救われました。よかった。次は自分、あ、今日ですか。僕はさっきもなんか似たような話したんですけど、もともとそうギターをしたくて、うん、えマジでギターをしたくて、それでサークル探してたんですよね、うん、最初。だからそれこそなんかロックじゃなくてフォークとかもう見たし、そういうとこ見てたんですけど、結構なんかイケイケ系な人がいや、そうかな、ちょっとなんか入りづらい、初めて楽器する身としては、あー確かにね、それがあって初心者歓迎系のあれがないもんね、ムードがなくて、そうだね。で他にないかなとか、とりあえず音楽系いろいろ回ってみて、まあ、モジョに来ましたと、うん、でもモジョその思ってたギターはできないけど、なんか楽しそうに吹いてるみたいな、と歓迎ムードだったんで、うん、モジョでちょっといてみようかなって何回か通って、うん、ここでもいいかもって言って、うん、モジョに入ったんですけど、うん、で今バリトンサックス吹いてるんですけど、うん、サックスも最初の多分みんな見たことあるのはどんぐらいだろう、これぐらいのちっちゃなアルトサックス、アルトサックスしか自分も知らなくて、うん、テナーとか、うん、バリトンとか知らなくて、うん、なんだろう、あんまりメインでバリバリは吹くのはちょっと楽器初めてってのがあって、ちょっと控えめでいい美味しいポジションないかな、低音ね、それで低音に行き着いたんですね。なるほどね。だからで最初ギターしたいって思ってたのが
うん、今となってはバリトンサックス吹いてます。すごいな、初めて聞いた。意外だね。もうしないんですか、ギター。あ、でもギターしたいんですよ。なんか講義ありますよ。ギターのハッテリ先生、ハッテリ先生が、ハッテリ先生のなんか やっぱ昔したいって言ってしなかったことはやっぱいつまでもしたいって思うもんだなと思って、うん、やっぱ言ってくれれば全然どこかしらでなりそりとかでやればいいんだ、ね、全然触らせるのにねえ全然当てにされてないですよ、ね、だからね。りょうくんがギター触っても見たことないし、ギターやりたい、僕は何も教えないです。教えたい。習いたい。まあみんなの意外だったな。合コンで最後モテるタイプってギターからサックスは、ギターからサックス合コンで最後にモテるタイプってギターからサックスへの移行はってこと。そうなんです、うん、そういう法則があるんですよ。俺サックスに行けばいいのか。俺は逆の法則。なんで最後持ってるってどういうこと。最後明かされるネタで、そうだったんだ、かっこいいってやつですか。あ、今みたいな感じで、はい、じわじわ来るタイプ。なるほど。モテるかな。やってるって結構かっこよく見えたりするじゃないですか。あ、確かにね、うん、確かに、はいはいはい、あ、確かにですよ。だってモジョ最初みんなね、みんなかっこよく見えたのに、うん、あ、今は今はない。いや、今も演奏してる時単品で見れば単品で以外はもう飲み会とかちょっと最初ショッキングです。例えば誰例えばこの重点さん。俺以外で俺はいやなんかもうそういう作だと最初から思ってたけどね。リュウテンの話はもう聞きたい。なんなん、きっかけきっかけ聞きましたよ。聞いたちゃんと話聞いてよ。言ってたごめん。原田さん聞いてないです。もう一人、あ、原田さん。原田さん、うちあれだよ、盛況前やってるの見て、うん、へえ、うん、ビッグバンドあるんだ、じゃあ入ろう。ここの時もやってましたもんね。やってたから。なるほど。続きがしたくてみたいな。そう、楽器吹きたかったから。高校の時もトロンボーンですか。うん、ベテランですよね、原田さん。確か10年ぐらいやってるという。気のせい。そうそう、プロになりますね。はい、おしまい。曲はね、やるとね、多分ね。間に合わないからいいよ、あれ。心理テストやりたかったらやって。心理テストしたい。やりますか。久々にしたい、ちょっと。しゃあ。元気だね。心理テストですよ。マコアホ毛が立ってるわ、アホ毛。本当だ。ね、え、そっちじゃないんだけど。逆サイド。じゃあ心理テストいきまーす。いってらっしゃい。久しぶり。今想像してくださいね。はい。はい。道を歩いていると。うん。ダンボールに入っている子犬を見つけました、はい、世話をしてあげたい。その子犬はどんな様子ですか。今から4択言うので考えてください、はい、1. 体調が悪そう、うん、2. 人懐っこい、うん、3. こっちをじっと見つめている、うん、4. 元気だけど何匹もいる。みんな覚えてますかね今。はい、選択肢、一応もう一回、一応もう一回、うん、1. 体調が悪そう、うん、2. 人懐っこい、うん、3. こっちをじっと見つめている、うん、4. 元気だけど何匹もいるです、うん、でこの4択の中で世話をしてあげたい子犬を選んでください、うん、自分も結果はまだ見てないんですけど、うん、どうですかね、どの子を世話したいですかね。まあまあ決まりましたよ。決まりました、うん、決まった、うん、じゃあ1番の体調が悪そう。待てよ、これ何について、何が分かるの。後で言います。後で言います。みんな言っとかなくていいの、はい、なるほど。え、これはさ、はい、1番の人、これは自分が世話した人、その想像した時にいた子犬の様子。ああ確かに、世話をしてあげたい子の様子。あ、なるほど、ね、あ、どれがいたら世話をしてあげたいか、なるほど。はい、じゃあ聞きましょうね。はい、
一番の体調が悪そうな子犬。あ、いない。いない。うん、2番。大塚健二さん。あ、一番。一番。一番ですか。一番。じゃあ2番人懐っこい子犬。はい。はい。お二人、龍天さんと涼さん。なんか世話をしてあげて、最初思い浮かべてたのは。あ、俺もその。人懐っこい感じですか。あ、違うんだ。違う。はなんかちょっと3番。そのこっちを見てるみたいな。ああ、そうなんだ。でも、うん。変わったんですか。いや、世話をしてあげたいのはっていうので。ああ確かに。じゃあ次3番、こっちをじっと見つめている子。はい、はい。もう女性陣。そうなの。原田さんは。あ、俺聞いてなかった。あれ。じゃあこれ若菜さんと自分とくるみ、はい、一番多いですね、うん、で4番の元気だけど何匹もいるって子はいない。ないですね。原田さん今決めてください。原田さんの聞きたいです。聞いてました。聞きたい問題。 ね、あんま聞いてなかった。どういう子犬を世話したいか。捨てられている子犬で1病気、2こ、あ、人懐っこい、3こっち見ている、4いっぱいいる。じゃあ2で。2で懐っこい。じゃあ男子はみんな人懐っこい。分かれましたね。分かれましたね。あ、ちょっと待って、これやばい。やばい。やばい、どうしよう。はい、いきます。結果。え、下ネタ下ネタ。ないえ。このテストでは、なんでこのテストにしたんだろう。あなたが読んでからやれ。あなたがダメな男、ダメな女に引っかかるかどうかがわかります。全員一緒。男子として全員一緒じゃん。やばー。マジで。1の体調が悪そうを選んだあなたの引っかかり度は 30% です。母性あふれるタイプで、困っている相手を見かけたらつい気になってしまいますが、相手の悩みが解決すると途端に興味が薄れるタイプです。それ原田さんじゃん。まあ聞いてなかったから。兄さんちょっと飛ばしますね。はい、はい、次4の元気だけど何匹もいるを選んだあなたの引っかかり度は 60% です。あら、うん、ついついおせっかいを焼いてしまうタイプです、うん、しっかりしている分だけ相手のことも世話を焼こうと思ってしまいます。うん、なるほどね。最後残りの2番と3番なんですけど、それ80とか100とかそういうやつじゃない。これちょっとまずい。5% と 90% え、あ、極端だね。極端だね。怖い。ちょっとこれ怖いですね、男性陣。いきますよ、はい、2番の人懐っこいを選んだあなたの引っかかり度は、はい、5% です。ああ、はい、はい、なんでだろう。よかったよかったよかったね。あ、選んだ。これ喜んでいいんですかね。あ、すいません。はい、ダメな異性に引っかかることはほとんどないでしょう。あ、じゃあちゃんと見てる。俺たち喜んでいいんだね。しっかり客観的な判断ができるタイプと言えます。あ、ドマコも一応喜んでいいんじゃん。喜んでいいですね、一応は。じゃあダメな女じゃないということで。うん、ちゃんと見る目を持った目で見られてたってことね。はあはあ、3番女性陣。はい、ちょ、これ自分は違うんで、自分は2番2番自分は2番。逃げたこいつ。こっちをじっと見つめているを選んだあなたの引っかかり度は、はい、90%。みんなちょっと確かにね、確かにね、なるほどね。腰に弱く助けを求められたら嬉しくなって答えてしまう人の。当たってるね、これね。当たってるな。否定しないもんね。違う。行き過ぎると都合のいい人になってしまうので注意が必要です。気をつけてください。どうだろうね。どうなんだろう。よかったですね、でも男性で。まあ多分当たってます。え、はい、当たってます、当たってます。あ、なんかね、さっきチラッて調べたやつあるからそれ言うね。あ、原田さんによる心理テストですか。心理テスト楽しい。楽しいよね。新聞のチラシに閉店セールのお知らせが入っていました。はい、はい、さて、どのお店のお知らせっていうやつで、はい、1が本屋、うん、2が花屋、うん、3が靴屋、うん、4が CD ショップ。はあ、うん、ね、あとね10秒くらいで考えて決めました。決めました。はい、あ、いい、じゃあ本屋の人は、はい、いない。いない。花屋、はい、くるみ、
ツヤ、はい、はい、残り、で CD ショップなしね。じゃあこれ、この質問からは自分が諦めてることが分かるらしいよ。靴、で本屋は出世、で CD ショップがおしゃれ、うん、で花屋が自分の時間。確かに。確かに。そうかな。あ、忙しいもんね。諦めてる。で靴屋が、素敵な出会いだって。え、諦めてない。諦めてない。諦めてないよまだ。なんで。そう。原田さんはどれなんですか。え、俺これもう最初から見てるやつだから。原田さん。原田さん。諦めてない俺まだ。ちょっと語弊あるけど。だいぶ語弊あるけどね。素敵な出会い諦めてるってことはもう出会ってるとかそういうことですか。そういうことじゃない。バカかお前は。じゃあいいですよ。諦めてても偶然っていうのがあるじゃん。いやもういいです。もういい。くるみは自分の時間をね諦めないで。乗ってる。あ、でもこれ東いるときにこの前やったかもしれない。え、やりました？わかんない。お、いいですよ、やっバス停の。あー、やりましたね。頭答えなくていいよ。どうせ覚えてないから、もう一回やったらいいけど。あ、覚えてないです。あなたはバス停にいます。はい。しかし、やってきたバスは自分に気づかず通り過ぎてしまいました。あ、いやな。バスに向かって一言、なんと言う？あ、それ一人ずつ違うから、なんとも。あー、個人的な。個人的な。選択肢なしで。そう。はって言います。怒るの？えって。君は？待ってりょうくんは、うん、待ってくださいりゅうてんおマジかみたいな感じであとはこれ覚えてる。覚えてます。じゃあ言わなくていい。原田さんなんて言ったんですか。え、だった気がする。あ、えー、ですよね。え、ですよね。好きな人にライバルを取られてしまった時あ、好きな人をライバルに取られてしまった時の一言だって。待って待って待って。は？喧嘩してんの？え、でもさ、待ってもさ、待ってとさ。ああ、なるほどね。お、強い私。よく待ってください。めっちゃ下から。待ってください。はい、っていう感じでした。はい、面白い。面白かったです。今日の最後の曲流します。はい、いや、これでブルース・イン・ホスフラット。お、はい、ホスフラ。
入りましたか。おやすみ。沖縄市民に僕の声は届いてますか。入ってるよ。届いてるんですか。届いてる。はい、さてエンディングのお時間です。ライブの告知。ライブの告知、なんか覚えてる。そう、7月23日キチライブ、7月24日にチムイトマンのチムチム祭り。もっと早い時間に、時期に。7月17日ヒューマンステージで。ああ、焼き鳥屋か。はい、焼き鳥屋ですか。テンスアニバーサリーフェスティバル、あとヒギノワンヒューマンステージ。はいはい、あと7月7日に琉球大学でTNBN TNBN TNBT か TNBT 何 TNBT TNBT たまたライブがあります。わかりづらいわ。7日に中央生協前で七夕ライブ、昼休みですかね。昼休みに、龍大の生協前でやります。はい、浴衣でってことで、みんな浴衣かなんか、なんだ、ジンベだっけ、はい、着てるって、うん、はい、そうですよ。学内適当に入れるんで、うん、お時間ありましたらぜひ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 に、はい、で17日にそのさっき言ったレジスタテンスアニバーサリーフェスティバル、ギノワンのヒューマンステージでやります。でイベント自体が14時スタートで、モジョの出番はヒューマンステージの3階で14時10分とかそこらから。14時だったオープニングっすか。オープニング、あ、そうなんだ。たくさん団体がたくさんですよね。何十団体も出るので、まあモジョ目当てじゃなくてもなんか他の方目当てで来て、もうなんかちらって見に来てくれたらいいなって思います。3階なんですね。で入場料は2000円でチケットになってるので、なんか興味ある人はモジョのツイッターかフェイスブックに連絡ください。はい。はい、で、なんだっけ、20何日？23にキチライブ？キチライブです。これ言っていいんですか？大丈夫ですか？キチライブは言わない。そうか。いや、一応121周年っていうこのキチのショッピングセンターがいつもやってる。そう、121周年でキッチの中でやって、で24日の日曜日に糸満市のチムチム市場、うん、でチムチム祭り、うん、でチムチムモジョ、うん、チムチムシフトをやります。チムチムシフトやります。あと20秒しかないから、もういや今のライブ告知そんな感じです。はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、ファックスは 098-934-8653 098-934-8653。 はい、ということで、本日のお相手はトロンボーン担当の原田と東と本村とくるみと向井とりゅうでした。りゅうりゅう、はい、まあ、はい、はい、また来週も。ちょっと当たってるよね、声で。多分合ってる。